こんにちは、スイートルームのみかです。ハッピーカラーのお花を使ったハンドメイド教室を主催しております。本日はこちらですね、ハーバリウムメイクブラシを作りました。オイルがね、光に当たるとキラキラしてとっても綺麗です。でこちらですね、こちらの本体、セリアさんの商品で作ってみました。私のね、教室でもヘアメイクブラシレッスンをしてます。ここのね、ブラシの部分が何種類かあってセットになってるので、メイク道具すべてをハーバリウムヘアブラシで賄えるっていうレッスンになっております。それではハーバリウムヘアブラシの作り方をご覧ください。はい、それでは作っていきたいと思います。これが線ですね。ここをパカッと開けてもらってオイルを入れるんですけども、それのね、封をするための線になります。大事なのでね、ちゃんと置いておきます。イメージを作ってバーっとね、入れて作っていきたいと思います。で材料はハーバリウム用オイルです。蓋をするためにボンドとかレジンも使ってます。お花はこういうね、スターフラワーを使って、とね、私のハッピーカラーがシルバーなので、シルバーのかすみ草も入れていきます。アクセントも入れるためにこういうグリーン、杉ですね、入れていきたいと思います。タージスの花びらだけっていうのもね、可愛いですね。それではイメージを作っていきたいと思います。自分のものを作るときはシルバーの色を取り入れるんですけども、これがね、私のハッピーカラーなので、結構ね、感情のね、浮き沈みが、感情の振り幅がね、結構大きいので、その感情をシルバーが沈めてくれて、心を穏やかにしてくれるっていう効果があります。直感力と感性を磨きたいなっていう時、引き出したいなっていう時には、こういうね、シルバーを使うといいですね。何かする時、仕事をする時とかは直感力っていうのを大事にしているので、シルバーのものを身につけたり、身につくところにシルバーのものを置いたりします。シルバーを今回はいっぱい入れていきたいなと思います。朝ね、メイクする時に使うので、楽しく過ごせるように自分の資質を高めたいなと思ってね、シルバーを多めで入れております。数比では何個かね、数字が出せるんですけども、それのソウルナンバーっていうのが6で、ハッピーカラーがピンクなので、結構ピンクは使いますね。女性らしさをね、象徴するっていうね、あの色なので、朝のメイクするときに綺麗になりたいとか、可愛くなりたいっていうね、思いを込めてね、メイクすると思うんですけども、ピンクの色を取り入れることでね、そういうエネルギーも湧いてくると思います。私このグリーンが好きで、数比11は1と2っていうね、数字も持ってるので、2のハッピーカラーがグリーンなので、気持ちを穏やかにしてくれる、調和してくれるっていう色なので、いきたいと思います。結構長いので、気合い入れて作っていきたいと思います。スポイトを使って入れていきたいと思います。結構長いので、もし下に入れたものが嫌だなと思ったら取り出しにくいので、一発勝負で入れていきましょう。入れる時の注意は、あまりね、ぎゅうぎゅうって押しすぎないように。どうしても後から入れてたら押し込んでしまうので、それでちょうど良くなるような具合で、ふわっとした感じで入れていくといいと思います。オイルね、ちょっと入れすぎたんですけど、まあ3分の1ぐらい入れて、お花入れてっていう風にしてもらってもいいと思います。結構室内が小さいですね。で長い場合だと、このお花を最初にハーバリウム用のオイルにつけてから入れてあげると、気泡も出にくいですね。
ちょっとなんか花びらがね取れちゃったりするんですけども、こう上に上がってきたら取り、上がってきたら取りっていう風にねしてもらうといいと思います。ここのねブラシ部分にオイルがつかないように注意してください。入れる前はお花ちっちゃいんですけど、中入れてオイルに浸すとねちょっと膨張するというか、それでお花がねすごいより鮮やかで綺麗に見えます。入れて、かわいい。これね朝テンション上がりますね。お花の向きなんですけども、下向き、横向き、上向きっていう風にいろいろねばらけて入れてます。全部上向きでもいいですし、全部下向きっていうのは傘みたいになっちゃうかもしれないんですけども、いろいろね上とか下横っていう風にランダムで入れてもらうと可愛いと思います。お、もうすぐゴール。カスミソウはなるべくね茎を切れるところは切ってあげるっていう風にしてください。最後はねこのピンクで、こんな感じで、最後パールでやっと最後パール入れます。いいですね。はい、こんな感じで入れました。でこれも蓋をしていきたいと思います。いきます。このね細いものを使ってグッと横をこうね串を入れつつオイルを溢れさせながらこの蓋を押し込んでいくっていう方法です。気持ち奥へ入れてあげて、ここにねレジンで封をしてあげた方がオイルが漏れてこないと思います。よしよし、これでね1個完成です。次はねちょっとこれ淡い感じの色だったので濃いめの感じで作っていきたいと思います。なのでこういうねスターチスを全体にスッと入れてですね、スターチスもいろんなね色今あるんで、結構色付けするのにボールペンとかこういう細いものを作ったりするときはめっちゃ重宝しますね。で、ここに濃いこのブルーをね、大人な感じないですか、この色合い。かわいい。ブルー一色っていうのはね、あんまり私使わないんですけども、このピンクとこのブルーが好きで、この組み合わせ好きですね。次を白つかせて、このピンク。アクセントにピンクを入れて、こんな感じでね作っていきたいと思います。はい、入れていきます。気泡にね注意してくださいね。気泡を取りながら入れていきましょう。水彩画みたいなスターチスを入れるとねすごい
綺麗ですね。スカーチスを入れることで水彩画のような感じになりますね。そうですよ。入れながらキュッと入れていく。うん、入れやすい。2つ完成です。で、ここのところにレジンを塗ってオイルがね出てこないようにしていきたいと思います。こんな感じでねレジンを入れて固めます。固まったので、こうやって固まったので、とこの蓋をねつけていきたいと思います。粘土でくっつけていきたいと思います。薄くね伸ばしてつけてくださいね。で締めます。ピッと、これボンドをつける位置なんですけども、この蓋が閉まるところまでの3分の2ぐらいの位置のところまでボンドを伸ばしてあげてください。で、蓋をこうビッと入れていくと、それが伸びてここへね溢れてくるので、3分の2の1くらいのところまでで大丈夫です。こんな感じでね。で、この溢れてきたボンドはこのまま乾くまで乾かします。はい、こんな感じで完成いたしました。シルバーのカスミソウもね効いててすごくキラキラしています。はい、今回このシルバーはねハッピーカラーを使ったということで、とハッピーカラーとは数比をもとにカラーを導いております。とスイートルーム独自の数比講座もしております。で、もっと詳しく知りたいなと思われる方は、数比講座のハッピーカラー数比術無料メール講座っていうのをねしておりますので、よかったら概要欄にリンクを貼っております。ぜひ読んでみてください。ネックブラシもねよかったら作ってみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。